川越東高等学校は、埼玉県川越市、九下都にある私立男子高等学校。愛称は、川トン。年配者等から、東高や、川東との故障も存在する。栄東、海地と共に、埼玉市立五三屋の一角をなす。また、多数の部活動が、関東大会や、インターハイに出場している。学級編成としては、一年時は普通コースと、 選抜クラスである理数コースに分かれる。2年次から志望進路と学業成績に合わせて理数愛類、理数二類、普通理系、普通文系の4コースに分かれる。理数と普通のコース変更は2.3年次の学年進級時に希望と学業成績によって決まる。理数愛類は南韓国立大の理系学部、理数二類は 南韓国立大の文系学部を目指すコースで、普通理系、普通文系は、国公立大、南韓私立大を目指すコースとなっている。制服は、男子校の伝統でもある黒爪英理学制服で、銀ボタン5個。生徒ホール内には、学食も設置。なお、他の埼玉私立後参加との相違点は次の通り、文部領道の精神により、明瞭で、質実剛健な校風を作る。 歴史豊かな町、川越の川を90度を回転させ、校舎が所在する道長局等の東を乗せたデザインである。理数コースは南関国立大学を目指すコースのため、指定校推薦は基本的に利用できない。指定校は、早稲田、上地、東京理科など、文部両道で田舎の男子校生機質のため、慶応義塾大学よりも早稲田大学を、 進路選択する傾向にある。また、近年は、東京大学に一定数の合格者を輩出している。国立は、東京大学1名、一橋大学4名、東京工業大学1名、北海道大学5名、東北大学6名、大阪大学2名、九州大学1名、筑波大学2名、横浜国立大学3名、東京学芸大学2名など。私立は、 バセダ大学46名、慶応義塾大学18名、上智大学17名、東京理科大学62名など、医学部は埼玉医科大学1名。9月に行われる文化祭の名称。例年著名人が公演に来校したり、お笑い芸人がコントを披露しに来るため、大学の学園祭のようなリベラルな雰囲気を醸し出している。バドミントン部、アメリカンフットボール部、 水泳部同校は、付属中学を併設しない、文武両道を目指す私立の男子校として、昭和末期に開校した。スクールバスは、関東自動車が運行している。ありがとうございます。